ビギナーランニングマガジンへようこそ感想を教にマキです今回は2月発売されましたグライドライドおよびエボライド2代目こちらを紹介していきたいと思いますおととしですね東京マラソンでもうあの分厚いシューズですねロッカー機能を兼ね備えた、えー、メタライドが登場しました で引き続いてメタライドすごく厚くてです、ね、重かったんですけれどもそれよりも軽量化したライトなシューズそちらがグララグイイドライド登場ということでした。でこちら両方ともです、ねえー、ガイドソールっていうです、ねまあ、簡単に言うと、えー、ミッドソールがサンドイッチされたような、えー、シューズで,でそれを省いたものがエボライド軽くしてロッカー機能だけを備えた。 とといいいうところののシューズがが登場しまししままたたそれれ目がいよいよ今月発売されましたで特徴的なところはやはりグライドライド2に関して言うとなんといってもこのガイドソール、ねえー、上のフライホームのテクノロジーと下にあるプロペルというテクノロジーが合体化してクッション性と足運びをスムーズにさせているというのが最大の特徴です。 でそれを2台目は軽くし、えー、メッシュエンジニアとメッシュですねアッパーのところのフィット感を上げているというのでより進化してきてきいいるととううことが特徴的だそうです。まあねやはりこうメタライドはね3万円近くしますけれどもグライドライドになってくると1万7600円と1万円以上価格帯が違うというのも魅力ですしまあ 重すぎなくてしかもクッション性がいいというところで、まあ、ランナーの方々もちょうど手ごろだということでグライドライドというのは人気があるシューズですねそれの2代目ってなって少しスタイリッシュになってるのもまあ嬉しいところかなと思っていますですので長い距離足への負担、えー、例えばスタビリティね のシューズとしまあこれほんとにこう足をしっかり前にね、えー、しっかり置いてもらえば転がっていきますんで、まあ、この使い勝手の良さっていうのも人気なところなのかなと思っています続いてエボライド2ですねまあエボライドに関して言うとまあクッション性実はいいんですよただですねガイドソールといって まあメタライドやグライドライドに持っている2層構造ではなくてまあフライホームテクノロジーのみを使用しているということです。でこれ僕個人は京都マラソンで昨年ねフルチャレンジして走りましたけれどもまあ京都のアップダウンに非常に適していてまあ転がりやすいですから えー、登りやすく下りやすくっていうところでで後半のですね銀閣寺に向ける道なんかちょっと登って下るんですけどもこの快適に走れて非常に満足いく、えー、走りができたかなと思っていた手術です。それの2台目が、えー、登場とということです、まあ、なんといってもですねこのね転がるっていうところでは非常にいいんですけどまあ価格ですよね。 1>, で1万1000円ですからいやこれはですね靴の中身もそうですけども価格帯がね非常に安いというのが嬉しい限りかなと思ってますねでそれでいて機能としてはしっかりとですね足を回してくれるというところが非常にありがたいところですですのでまあ、まあ、本当にこう自動化じゃないですけれども 少しちょっとテンポアップしたい。ランナーにとってはこのシューズっいうのは変えていきかな。だからちょうどサブ4ぐらい狙えるね。人なんであれば、このシューズっていうのはおすすめなシューズかなと思ってます。で、とにかく体幹ができて、あとは股関節がうまく使えれば、あとはもう本当に足が回してくれる。靴が回してくれるというのが嬉しい限りですね。で、これのアップグレードしたという特徴としてはやっぱり。 あのー、グライドライトと一緒でですね、まあ、軽量化とそして、えー、この転がる構造がね、えー、進化してきているそれが特徴的なところかなと思っています、ね、まあ早くちょっと手に取ってですね前回のとどれぐらい違うのかまあでも本当にね、えー、ブラッシュアップしてますんで極端に変わったわけではないというのはまあちょっと僕が見た目の感想かなと。 まあ、従ってですね、一体験してるんであれば、引き続きに体験しても安心なのかなと。ですから、より、こう、転がっていくという体感を、ね、えー、したい方はね、ぜひ、この、うんえー、グライドライド、エボライド2なんか履いていただくと楽しいかと思っています。今回は、アシックス、グライドライド、エボライドの二代目が登場したという情報を流しました。まあ、エボライド、 本当に価格帯が安くてですね僕はもうこっちの方が好きかなとまあグライドライドはねもっとこうゆっくりなランナーサブ5ぐらいまあキロ7分6分ぐらいの方々には非常に後半の足をサポートしてくれるという意味ではいいかと思っていますですのでまあグライドライドはよりセーフティーでエボライドはより回転そして価格帯が えー、グライドライド17,600円に達して、えー、ボライドが11,000円という、えー、手に届きやすいシューズですのでぜひ、えー、この機会に体験してみてはいかがでしょうかこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想を教えにまきれでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします